株式会社、富士大丸は、京都市下京区市場寺町にある日本の百貨店で、ある、日本百貨店協会加盟店。1870年10月に創業した富士大丸五福店は、1895年11月に、市場通りに4階建ての新店舗を開設するなど、日本の百貨店の創世期から百貨店化を始め、1912年4月13日には、 洋館3階建ての新店舗を建設して、より近代化した。増築工事中の1934年5月5日に火災にあったものの、1935年4月1日には4階建てへの増築工事を完成させて、正式に百貨店として開業した。1937年10月には、全国の他の百貨店とともに、戦時体制の一環で、 増築工事の中止命令を受け、1938年7月には原案の50%に削減して、工事再開が認められたが、同月に再び中止命令が出てこの時の増築工事は実行できなかった。1972年、マクドナルド関西1号店が1階にオープン。開店2日目には、当時のマクドナルドの売上世界記録を作る。1階正面玄関には、 カタライの泉が誕生し、京都の新名所となった。1996年、完成発信百貨店をスローガンに、業態転換を図り、ユナイテッドアローズやアダム・イーティーロープなどのセレクトショップを主軸に、注目度の高いショップを数多く展開し、百貨店からファッション専門ウォーダーのエディニューアル。関西初出店や話題のショップなどを多数ラインアップ。 京都のファッショニスタに支持される藤井大丸へと進化を遂げていく。2009年3月3日にオンラインショップ、鱗を開設。現在は藤井大丸オンラインショップに名称変更している。現在では、ジャーナルスタンダードなど若者をターゲットとしたセレクトショップが数多く出店し、近隣の競合各店との差別化を図った店舗構成となっていて、 若者向けのファッションに強いとされている。市場高倉に大丸松坂や百貨店が運営する大丸の京都店があるが、同社との関係はない。なお、一般に大丸京都店を漢字表記の大丸、藤井大丸をアルファベット表記の藤井大丸と表記識別することが多い。ありがとうございます。